お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、こちらのエリゴレミラーですね。なんと、この変なデッキを見つけてしまいました。なんかグラチュレイかな？順調してる人がいたんですよね。しかもちゃんと。で、ちょっと使ってみたんですけども、皆さんが思ってる以上に結構強いです。なんか、たまたま今このメガナイトばっか当たってるんですけど、なんかね、まあ、相性がいいっていうのもあるんですけども、このダクネミラーかな？そう、スパーキーミラーとか、まあ、スケドラミラーもできるんですけども、まあ、ダクネミラーがちょっと強いのかなという印象がね、ありますね。ダクネミラーといえばね、この僕みたいなところありますからね、こう、最近 YouTube を見始めてくれた人だと、こう、わかんないかもしれないんですけど、まあ、ダクネが出た時かな？どんぐらいだろう？ 2017 年とかになるのかな？なんでもう言ったらほんと3年ぐらい前なんですけども、3年とか、まあ、2年半とか、はい、そんぐらいにダクネ出たんですけど、ダクネ出た時もダクネが強すぎてね、こうアイゴレダクネとかでもう攻めの形が完成する時代だったんですよ。本当にどのデッキにもダクネが入らないデッキなんてありえないぐらい、なんかクロスボウとかにもダクネ入ったりとか、まあ、そんぐらいね、ダクネがぶっ壊れの時期にこうミラーでダクネをねどんどん作って、もうなんかダクネディガーとアイゴレダクネとかで攻める戦術をね、こう僕昔ねすごい愛用してた時代があるんですけど、まあ懐かしきねダクネミラーをね今日もまたやれたらいいかなと思います。でなんかね万能ですねトルネデリバリーがあるので、まあ防衛の部分でも結構ね優秀ですね。よいしょ。さあ、そんなバカな、そんなバカな、優秀すぎた上の事故。さあ、ここは残ってほしいな。まあ残ってくれたんですけど、これつけるか迷いますね。インドとファルチェなのでこれつけていいと思いますね。でダクネもいきます。で今回のこのデッキなんですけど、エリゴレなのに、皆さんお気づきでしょうか。いや、相手のその防衛めっちゃうまいですね。エリゴレなのになんてヒーラーがね今回は入っていません。まあ、その代わり、まあ、ヒースピがいるっていう形なんですけど、それで本当に大丈夫なのってやっぱ思うんですけども、大丈夫なんですよね。それがなんかまあ、エリゴレを通すというか、まあ、エリゴレの光栄が言うて止まんないみたいなことが結構あります。やべえな、これ。ちょっと待って。やべえ、これやべえ。待って、やべえ。やべえ。さすがにやべえ。ちょっとなんか、ちょっとダメでしたね。ちょっとダメだったんですけど、まあ、こっからが勝負みたいなところないかな。相手がファルチェと、なんだっけ。まあ、ファルチェとメガナイトか。まあ、ファルチェだな。ファルチェを突破できればいけると思います。その代わり、突破できないときついかな。まあ、スパーキーが全て革命を起こしてくれそうな気配はしますね。で、メガナイトだったんで、エリゴレミラーをしたくないと思ってたんですけど、相手がもうメガナイト出してくれたので、それはそれでもエリゴレミラーして、こうファルチ来てもトルネで引っ張って、これね全部お掃除しちゃおうかなと思いますね。ここさえ突破できたらもうあとはね、よいしょ、これ多分止まんないと思うんですよね正直。で一応防衛もしつつヒルスピ置いて、あ、ヒルスピからのヒルスピのこの回復がこれもねいいんですけど、いやーちょっとうめえんだな。けど引っ張ってファルチはどうにか処理したい自分がいる。いや一回これは防衛からいきましょうか。危ない危ない危ない。こう攻めすぎてエリアド捉えた時にも後ろからねスパーキーを出せば何でもなんかね耐えれちゃうみたいなところがあります。でスパーキー延命したいのでスケドラも出しつつ、さあここ落としちゃって、いや延命できねえかな。よいしょ。さあ落としつつ、この、いや、それはちょっと相手もね、うまいですね。さあ、防衛からいきます。え、ちょっとやばい。ちょっとやばい。さあ、エリゴレで耐えて、やばい。あー、待って。あー、わる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 。危ない危ない危ない。めっちゃ、ギリギリすぎる。ギリギリすぎる。で、インドは、大丈夫だな。いや、大丈夫じゃねえな、これ。耐えて、いやー、ファルチがきついですが、僕はまだね、可能性があります。スパーキーですね。結局、スパーキーとトルネで、相手の攻めを全部耐えることができるので、ここですね。
ホグ、どっちのね、ホグ来ても耐えれます。よいしょ。で、デリバリー落として、OK。逆サイド来ても引っ張ればよくて、いや、なんならめっちゃいいんじゃない？なんならめっちゃいい。で、ファルチェですね、マジで。相手のファルチェだけ速攻で、相手のファルチェだけ速攻で処理して、OK、打って、来た！来た来た来た、これもエリゴレ、エリゴレ、来た来た来た。で、ヒレスピ置いて、で、追加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 。で、トルネで、なんかいろいろ吸って、よし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 、あとは防衛、あとは防衛、あとは防衛。デリバリー、デリバリー、デリバリー、デリバリーかける2で、ノックバックの、うえ、来た！グッドゲーム、危ねえ！絶対負けたと思った。これですね。なんか、スパーキーミラーのデッキが、なんかあるんですよね、他にも。スパーキーミラーバレルっていう日本人の方が使ってるんですけど、なんかね、ジャンヌ・ダルクさんって方かな、多分、が、なんかスパーキーミラーのデッキを使ってるんですけど、なんか結構厄介なんですよね、スパーキーミラーされると。だから両サイドにこう展開されるとどっちも攻めれねえじゃんみたいになって、意外とこうペースを握られたりもします。それがね、今結構いい感じにね、なりましたね。スパーキー2体が意外と止まんねえっていうので、いや今の方のはちょっとでかいですね。でかい。なんか使ってるとヒーラーが気持ち欲しくなるんですけども、ヒーラーなくてもこのダクネとかスケドラとか、まあ、スパーキーとかが結構厄介ですし、あとヒールスピね、ヒールスピで回復できるっていうのもでかいかなと思います。で、あんまね、初手エリゴレとかいう、ていうか、ケツエリゴレあんましてないですね、今んとこ。今んとこ基本しないです。基本的に、まあ、ダクネからとか、スパーキーからとか、ユニット咲いてからの、ハシマエリゴレかなと思いますね。ヒーラーがないので、がっちり形を組んで勝てる、なんかね、自分から形を組んで勝てるっていうかは、なんかね、守ってカウンターに端前入りぐらいっぽいって添えるのが正解かなと思います。なんでこういうところで端前で添えれたらいいかなと思うんですけども、相手のマスキーがやっぱ嫌ですね。なので一回我慢します。一回まだ相手のデッキも分かんないっていうのがあるので、ちょっとねゆっくり様子見ていきます。スケラですね、これは多分。マスケババコヤスケドラの、はい、デリバリーか、デリバリースケがデリバリータルバムのスケラだと思いますね。さあ、なのでこのスパーキーは結構いい感じですね。で、なんならこの1体目のスパーキーも捨てていい説がねないかな。これ、おー、いいですね、いい捨てですね。このスパーキー一回おさらばするんですけど、ワンチャン残りそうだな、これ。さあ、で、あれ、まあ、箱を落として、箱落としつつ、これエリゴレつけれたらめっちゃいいですね。で、これババ回収もできるじゃないですか。からの、これに、いや、マジで、これはやばいっしょ。あ、待って、ダクネでヒルスピミスった。で、これもうトルネで、トルネでキュインキュインからの、あ、デリバリー落としたんで、スケドラ追加したら、まあ、これはボープイカ？コストが間に合わない。これに、これに、いや、オッケーオッケーオッケー。いや、なんかいいっすね。スパーキーミラーがなんか来てんのかな。ダクネミラーは僕さっきめっちゃあったんですけど、今回は全然ね、今んところないんですけど、よいしょ、デリバリー、なんならデリバリーミラーで、これで時間も稼げるし、オッケー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 。いや、思ってる以上に、ここ最近ミラー強いんじゃねっていう説がね、出てきてますね。まあ、こうミラーが強いというよりかは、周りのね、ミラーで生まれるカードたちがまあ強いっていうのもあるんですけども。さあさあさあ、スケラをここまで完封できるのはめちゃくちゃ強いですね。なんかタレババ系とか、まあそういうのもないんですけど、デリバリーとトルネが2個あるので、なんかそれを全部気持ちね、枯渇とかも緊起動しつつ、攻め取るのもできますし、デリバリーで耐えることもできますし、なんかトルネだけとかデリバリーだけってなると結構苦しい部分があるんですけども、これ2枚ね、なんかこう万能なカードがあると何でも対応できちゃう感じがしますね。よいしょ。さあ、というわけで基本的にスパーキーは欲しいですね。で、前半はあんまりエリゴレを出したくない気も、いやー、このタルは一回我慢します。ここで相手タルババでしたね。タルババだったら何だろう、何でもね、可能性ありそうなんですけど、一旦スケドラ咲きます。まあ、ダクネよりはなんかスケドラの方が咲きやすい感が非常にありますね。いや、イスイズか、
アイスイーツだったらマジでなんだクロスとかスケラとかは何でもありえますが、クロスかスケラっぽい顔してますね。これは非常にポイズン使ったのでスケラかな。なんならこれはケツスパーキーでいいですね。からの相手のベビーを処理できないので、これはまたむずいですね。一回放置の逆サイスパーキー。逆サイスパーキーでいいかな？なんか、ね。これまた、このデッキの難しいところですね。回転が、ちょっとなんかね、複雑なので、カードの回しにくいっていうのが、ちょっとあります。お？相手、それは結構、やってるんじゃないですか。アイスイーズを、相手はね、今、バイバイしちゃったので、なんならこれで、ヒルスピ添えて、からのダクネもこれ添えてあげたいですね。ダクネスパーキーはやられちゃうものの、これあとポイズンしたら大ダメージですし、トルネで頑張って引っ張っても大ダメージじゃないですか、これは。あ、でもいいアイスイーズだな。さあさあさあ、いい感じにスパーキーが刺さりつつ、いやー、防衛スキルされたらな、突破できないのかなっていうのがあるんですけど、まあデリバリーですね、結局は。さあ、デリバリーで何でも耐えていきます。いやー、いていいかな。耐えてほしいな。耐えれれば全然ありますね。耐えれば全然あるんですけど、このボムタワー、遅延スキラーはね、ほんと一番ダメっすね、引いたら。一番引いたらダメなの引いたんですけど、可能性としてはマジでありますね。あれ、トルネで全部引っ張っちゃって、あとは何をミラーするのかっていうところなんだよね。エリゴレミラーして、これ全部引っ張って、お？ワンチャンあるんじゃない？ワンチャン？マジでワンチャン？オッケー、一本は折った。で、このベビーちょっと厄介なので、あ、待って、これ、耐えれる。やばい、殴んな。一発も殴んな。ワンチャン完封しろ。ワンチャン完封しろ。11ですね。地獄すぎ？この11は。ちょっと待って、やばい。ベビー、そっちに使ったか。これ一回剥がした方がいいっすね、タゲ。やばい、痛い。スケラが刺さりすぎ。でもそのポイズンは気持ちね、やったんじゃないかなと、思いつつも、いやー、これむずいですね、非常に。一回ケツスパか？いや、ベビーだね。相手のベビーが非常に厄介ですね、僕としては。はい。でもベビー咲いたので逆サイスパーキーします。なんかすることないので、なんかスパーキー2台出しちゃえばいいやっていう感じではありますね。で、ベビー処理して、オッケー。いや、マジでありますよ。マジであります。で、これデリバリーも何もいらない？なんなら何もいらない？さあ、お、一発入る！ナイス？からの？これ真ん中エリゴレいけるんじゃね？こう真ん中エリゴレ行きつつ、いや、なんならエリゴレ2体目でもよかったな。まあ、適度にね、こう出したら、いやー、なぜか知らないけど止まんないんですよね。よし、来たー！ナイスー！いや、エリゴレ2体かな？わかんないけど、多分これはね、結構きついんじゃないかな。個人的に。まあ相手もスパーキーがなかなかね、止まらずに苦しい思いもしてますけど、まあ今の勝てたのは結構ね、でかいですね、と。いうわけで、もっとね、チンパンして勝ちたいですね。なんか相手がポイズンとか、なんかそういうスペルがないと、結構楽だったんですよね。スパーキー展開からの、こう、エリゴレ、ダクネ、もう、タワー折れるみたいな感じだったんですけど、意外とね、いい試合ばっかに、なってます。で、さあ、ババコですね。で、ババコや最近新しいローフグ動画出したんですけど、そのローフグも、結構強くて増えてる印象がありますが、違いますね。これはスケドラとかの方ですね。いや、スパーキーミラーしたかったな。なんならこれ、ベビーかスケドラとかでさ、フルカウンター来るのがマジで怖いですね。さあ、何か出ると思ったんですけど、何も出ない。そうですね。タルババデリバリーのスケラですね。で、なんなら端前にスケドラ来てもおかしくないぐらいですが、来ない。どうしようかな。もう一回ヒルスピでね。ヒルスピで全て様子見できます。うわー、まあ来るよなーと思いつつも、まあ耐えれそうですね。
デリバリーでスケラを受けつつ、スケラも何体か処理しつつ、上のね、あのドラゴンも処理して、まあ、このダメージぐらいは、まあ、我慢というかね、しょうがない、しょうがないダメージですね。で、こっからどうするかなんですけど、ポイズンを持ってるので、ダクネをね、使いにくいんですけど、まあ、行ったもん勝ちみたいなとこありますよね、結局。で、タルババ?デリバリーからの、ヒルスピ?ヒルスピ?いや、このヒルスピが神!いや、マジで!いや、全部解けるんか、お前。ボケボケボケ、なんでなんでなんで?ボケ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 。なんで全部?全部持っていかれる?それ。いや、やれ、マスケだけでも。いや、めっちゃでけえ。ここでこんなになんか、てかマスケか。相手のマスケ一人できたのはマジででかいですね。いやー、オッケー。で、これでスパーキー展開して、スクラ来てもデリバリーで耐えれるし、このババコヤもね、美味しくいただけるよと。いうので、完全に流れは今来てますね。うわー、スパーキー打ってくれ。ババに。いやー、ナイス。ナイス、ナイス、ナイス。さあ、あとは、もう僕は、このね、後ろから、イモリイモリ、イモリイモリゲーミングで、同彩行くか逆彩行くか悩むんですけども、まあ、一旦同彩でいいかなっていうのもありますね。さあ。で、相手としては、これ絶対、そう、落としたい。いや、でも防衛がうめえね。ヒルスピ?ヒルスピミラーで、なんならエリゴイズ添えて、オッケー、いいんじゃね?で、言うて?待って、ババコヤが置けなければいい、相手が。相手がババコヤが置けなければいい。で、これデリバリー落ちてくるけど、このカウンターを耐えれるかどうかですね。やべえ、すげえことになってきた。いや、これは、なんなら吐かしつつのデリバリーで、全部耐える。オッケー。耐える。いや、けど、これ、ババコヤ置かれたら終わるんですよね。ババコヤ置かれるな。ババコヤ置くな。ババコヤ置くな。あと、マスキ一旦逆サイン。いや、逆サイン意味ね。全然意味ね。やばい、終わる。デリバリーか?ヒルスピ。さあ、険しくなってきましたよ、というところですが、言うて、気合の耐えができるかどうかですが、あー、ポイズンで終わりましたね。まあ、これね、やったかな、最後。攻め取るには入れなかったけど、もう一個前の段階で、本気で攻め取るね、までして、ダメージ稼げたらよかったかな、ぐらいかな。まあ、ですが、まあ、よく頑張ったというか、スケラめっちゃ多いですね。はい、スケラばっか、な印象がありますが、今後ね、てかグロ大会も今来てますし、あとあれですね。まあ、20勝チャレンジも来るので、ちょっと20勝チャレンジもね、ちょっとおすすめで、デッキわかんないですけど、なんかね、いい感じの紹介できたらいいかなと思います。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメント欄もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。